つか声をかけてくれるかしら。あなたの隣に座りたい、それだけ。きっと邪魔をしないようにするわ。話を聞かせてほしいだけ。一緒に同じテーブルの端で横顔見つめてるの。大きな声であなたが笑ったら、なぜか私も楽しくなる。不思議ね。今は違う友達に囲まれ、私を覚えていないのね。やっぱり小さくつぶやいたさよなら、心に届くかしら。誰も知らないあの時の横顔、昔のあなた見失って欲しくないな。